自分たちが負けて本当に苦しい時にすごくポジティブな応援をしてくれるっていう印象があって、以前からそういうこともあったんですけど、本当に負けて申し訳ないなと思ってサポーターの方を見れないなって思った時に、逆に応援で次に切り替えようって言ってもらって、次実際いいゲームができたっていうことが何度もありましたし、そうやってすごい力を与えてくれる存在だなと思ってます。去年試合ほとんど出てないっていうところもあるんで、もう今年ダメだったら終わりだなっていう思いもありますし、でもそれは今年だけじゃなくて、もう本当にプロ1年目からですね、本当にずっとそういう気持ちでやってきましたし、でも特にやっぱ30代入ってからそういう気持ちがさらに強くなったかなと思いますし、毎年今年が最後かなって思いながらここまでやってきたんで、今年も特別こう気負うことはなく、一日一日を大事にしてもっともっとサッカーしたいなと思います。僕は結構若手と仲良くなるタイプなんで、まずは仲良くなって彼らが、プレーしやすいようにっていうのは心がけていますし、アドバイスはプレーのアドバイスはあんまりしないですけど、プレーはみんな十分上手だと思うんで言うことはないんですけど、その、サッカーとの向き合い方だったり、壁にぶつかった時の考え方とか、その、乗り越え方とかは、話すようにはしてます。三つ葉が満員になると選手もチームもすごく力が出るので、本当に皆さんに、来て三つ葉を満員にしてほしいなと思いますし、僕個人としても三つ葉は本当に特別なスタジアムだし、あのピッチに立って満員のスタンドを見て、お客さんが近い中でサポーターの声援から力をもらってサッカーをやることが、僕の今の一番の幸せなので、少しでもその機会が増えるように、僕も試合に出れるように頑張りますし、皆さんもぜひスタジアムに来てほしいなと思うので応援よろしくお願いします。